水人線は、大韓民国系軌道水原市の水原駅とインチョン、広域市中区の新川駅を結ぶ韓国鉄道公社の鉄道路線である。ラインカラーは黄色。全線が開通した2020年9月12日より、盆頭線と直通運転を開始しており、首都圏電鉄水、人し、盆頭線として一体化した運行を行っている。 沿線で産出される塩の運搬を目的として、1937年8月5日に、私鉄朝鮮共同鉄道が、水原二川交換 52.0km を、期間 762mm で開通させた。1942年10月26日に、水利線と同じく、朝鮮鉄道に譲渡されたが、独立後の1946年5月10日に、国有化された。 自動車の普及並びに並行する道路が整備されると、共に利用者が減少した。1973年7月に、新川市街地区間で、ある末端の松島南新川が廃止され 47.0km となった。関大前く安山間では、並行して、ニュータウン新線である安山線が建設され、1988年10月に開業した。 水人線は1994年9月に水原間大前間 20.2km だけとなり、翌年12月31日付で運行休止し、事実上の廃止となった。廃止直前には韓国唯一のナローゲージ路線ということで鉄道ファンの人気を集めた。2000年には安山線が安山からカラスミミ島まで延伸した。その後、 期間を1 4 3 5ト、mm、ルに変更し、首都圏電鉄の一路線として整備されることとなり、全面的な改良工事が行われ、2012年6月30日に、カラスミミシマ松島間が、複線電化で再開業した。2014年12月には、タッシツ駅がカラスミミシマ駅と、月、串駅の間に再開業した。以降、 松島二川間が2016年2月27日に再開業し、水原間王前も2020年9月に再開業したことで、神田井引くから隅三島間の安山線につながり、水神線として水原二川間全線の開通となった。これにより水神線と盆頭線とは、首都圏電鉄水、ひとし盆頭線として直通運転を開始した。 松島二川間においては現在東二川止まりとなっている1号線急行電車を乗り入れさせる計画がある。鉄道博物館に保存されている狂気時代の水人支線車両1977年まで狂気用蒸気機関車と狂気客車での運行が行われていた。1965年から廃止までは二川工作省で製造された狂気用機動車が運用された。 両運転台で比例棒。全長14,100メートル、幅2,153ミリメートル、高さ3,200ミリメートル。最高速度は60キロメートル程度。水原駅、小作駅、青木力駅、伊沢川駅、マイナスや牧駅、浜名木沢駅、四里駅、一里駅、長東駅、小山駅、元谷駅、新口駅、君子駅、マイナス立ち勝駅。 池ケ来駅、論駅、南道駅、文閣駅、松島駅、竜駅、南二川駅、朝鮮総督府官報昭和3168号、朝鮮総督府官報昭和4729号、在朝鮮米陸軍司令部軍政庁法令第75号朝鮮鉄道の、統一第2条12、東亜日報2020年9月9日、2021年2月28日閲覧、 ありがとうございます。